ダメかな。あ、酒飲んでない？そういえば。だから俺手配して自分の車じゃなくて行くんだ。どこ？どこまで行けばいいの？静岡。静岡インター？インターでもいいよ。静岡インターな。うん。でも静岡インターだと上りと下りがあるから。いや、だから別にあの上りでいいよ。それに合わせていくから。どっちかっていうと多分静岡遠いんだけど私。じゃあ浜松でいいよ。でも浜松も嫌いなんよ、もうあなたのせいで。じゃあ掛川でいいよ。掛川ってどこわかんない。浜松の次。浜松のどっちより、上りより下りより？だから上りよりでいいよ。上りよりってことはあのそっちの東京よりってことだから、私が遠くなる。じゃあ下りよりでいいよ。じゃあ浜松の一個下りよりでいい？うん、いいですよ。じゃあそっちが先に出た方がいいんじゃない？私の方が多分入ってる。だから出るから、じゃあ向かってくれる？今から。分かった。はいはい。東京車持ってる人いないな。もしもし。はい。ちょっと今から一緒に静岡行かないかなと思って。何しに？いや、ちょっと野暮用があるから。キャンプ？キャンプじゃない。どうしたの？いや、ちょっとギャラ1万円ぐらいで。そんなくれんの？1万円で、どうでしょうか。どこにいんの？今、埼玉。埼玉、うん、どこ埼玉の？ヤシオ。わかった。じゃあ仕事終わったら行くわ。仕事終わったら間に合わないね。マジで。ダメだな。まだ仕事してるの？まだ仕事だよ。残業だよ。手伝ってくれよ。アウトサイダー最高！言うのしかいないな、やっぱり。クルちゃんの方が好きだから。それはわかりますよ。私も分かってますよ。だからね、要するにクルちゃんのこと忘れたいから、はい、手っ取り早く誰か女捕まえて。金梅さんって違うよね。なんで忘れる必要があるんですか？おー、ミサ強いわ。好きすぎてね。だけどクルちゃんと一緒に配信はできないじゃん。ミサを選べっつってたんだよ、この前の電話で。矛盾してるよ。相手も飛ばない。自分がコラボする予定だから。そういうことか。阻止したり、阻止してるんだよ。あ、お疲れ様です。ごめん、昨日酔ってた。あ、すげえ。酔ってました？昨日酔ってた。大丈夫？はい。ちなみに今ってお酒飲んでます？丸さん。飲んでないっす、今。あ、飲んでないっす？うん。どうしてました？飲みます？いや、なんか、ミサ、うん、最近付き合ってたミサって子がいるんですけど、うん。静岡で今から会うことになっちゃって、あ、そうなんだ。で、僕今、ビール飲んじゃったんですよ。うんうん。で、丸さん一緒に行かんかなーと思って。まあ、都合のいい話なんですけど。はい、都合のいい話なんですけど。どこにいんの？今、くるちゃんの家の前にいるんですよ。え、でもさ、そっちに行くってことは、もうくるちゃんと別れるの？まあ、出て、子供どうす？まあ、外に出た。いや、俺はもう別れた方がいいと思うよ、マジで。でも、嘘つくじゃん、ゼロさん。どうすんの？まあ、でも、さすがに、子供、いますから、それでさすがに、うん。行くとこまで行こうかなっていう流れなんですよ、もう。
もうどうしようもないんで、ここまで来たらっていう。あ、子供がね。いや、静岡どこ？静岡の、多分静岡インターとかその辺になると。うん。あ、そんな遠くもねえんだ。まあでも2、3時間は多分かかると思うんですけど。そんなかかるっけ？じゃあやだ。1時間半、2時間以内ならいいよって言われたけど。ああ、行きたいよ。なんかそのさ、ほら本音の建前あるじゃん。別に行きたくない感じのあれなのか、本気で行きたいと思って。だってさ、行くってことはクルちゃん発狂するんじゃないの？セブさん、結局もう家出るとき何も言わなかったんで。ああ、まだそういうパティーンね。はい。でちょっと静岡送っ、うん、今なんか金梅さんがミサを止めてるんで、ちょっと話聞いて、もうそれでもミサが向かってくるようなら、もうちょっと無理してでもお願いしていいですか、もう一回電話していいですか。ミサを止めてるってどういうことですか。金梅さんがゼロワに会うなって今止めてるんですよ。ああ、はいはいはい、はい、ちょっと状況見て、うん、まあまたちょっと連絡します。それでちょっと、まるさんが流れ変わってるんだったらもう全然いいんで、一応連絡だけしてもいいですか。あ、全然いいよ。はい。すいません、忙しい。本気で会えてんならいいよ。なんか俺はクルちゃんと離れた方がいいと思ってるけど。あ、わかりました。そっちは応援する。はい。また連絡します。すいません。はーい、じゃあね。はーい。つか、まるさん、バンなの？てんてんさん。でもなんか、まあどういう風にも捉えられるじゃないかですか、それって。その新やっちょと会うのに嫉妬してて少ししようとしてるとか、あとは本当に話長いよ、失敗してくれてるとか。来るって決まったんだったらもう迎えよ。あるけど、ゼロワンが思ってるのは、あの閲覧を稼がさないってこと。それ一個だけだよ。だってゼロワンの横にはクルちゃんがいるんだから。長いね、金梅って電話が、ね、ほんと長いんだよ。あの、みさみさちゃんは自分のことを思ってくれてるなんて思ってたら大間違いだよ。やめな、むしろ、ゼロワンは。その通りで、この前までミサを選べてたんだよ、金梅さん。言ってることおかしいんだよ。でもあれ、あの、喧嘩して家出たっていうのは本当なんですか？今、家出てる状態なのは。だから今、なんか出て、あの、名古屋に向かおうとしてるって言ってる。でもそれはクルちゃん、了承済みなんですか？クルちゃんは、だからまた言い争いになって、あの、言ってるだけでしょ。うざいなぁ。俺は、あの、ミサミサのとこ行くべ、つって。で、それは台本です、台本ですか？いや、普通に多分、普通に喧嘩して出たんだと思うよ。台本ではなく。で、俺もミサミサのとこ戻るからみたいなね、そういう感じで出てっただけだと思う。それはクルちゃんに嫉妬させるためですか？ちげえよ。普通にムカついて出てっただけだと思う、それは。で、ムカついて、まあ都合のいい私という女がいるから会おうとしてると。違うよ。ミサミサだったらね、いつでも会ってくれるだろうみたいな、そう舐められてるわけだよ。ふざけんなよ、君は。まあそういう感じですよね。で、仲直りしたら、あ、ミサミサ、じゃあ、またな、つって、うん、そういう風になっちゃうよ。でも私ちょっとゼロワン、でもふざけんなよ、配信つまんなくすんなよ、金梅。つまるんですよ、ブロック削除、全部ブロックされると。まあ言いたいこともあるだろうしね、うん、そう、言いたいこと。マリスさん、あら、随分と久しぶりじゃない。久しぶり、マリスさん。ああ、どうしたの？忙しいの？今仕事帰りだよ。あ、お疲れ様。あ、お疲れ様。明日も仕事ですか？仕事は仕事だけど。ああ、仕事は仕事か。ああ、久しぶりにちょっと声聞きたくてさ、元気かなと思って。あら、うん、何の風の吹き回し？いやね、まあ、いつまでもあれしててもダメかなと思って。ああ、うん、まあ俺はちょいちょいと配信を見させてもらってて、電波を
声聞こえる？聞こえるよ。電波は電波が悪いわ。電話でブロック代解除してっつって。いやーでもなんかやっぱ直接顔見て話さないとやっぱ伝わらないことってあるじゃないですか。そうだな、私電話嫌いなんですよ。電話で、あのそういう大事な話をするの。伝わるから、そんな会いたいだけじゃん、お前が。それ、いや違います。なんかあのちゃんと本当にちゃんと決着をつけたいんですよ。そうだな。ただ会いたいだけじゃない、自分が。もういいよ、金梅。もうそう思われてもじゃ仕方ないと思います。お前じゃ無理だよ、ミサは。バエさん無理だよ。まあそれでもいいんじゃない。でもね、もう電話長いんだよ、一回電話するとも。まあそっちの方が面白いかもしれないしね、配信的にも。そうだよ、配信つけるでしょ、もちろん。つけるよ、つけますね、もちろん。そんじゃ会って話した方が面白いかも。そうだよ、うん、結局そう言うんだったらもう電話切ってよ。でも多分今日は行かないと思うよ。行くよ、言うのに手配してるんだから。また12時ぐらいになったら、あの来るごめんとか言って。なら行くんだって今から。ああ、まあそれだとそれでいいですよ。だからあの7日にさ、コラボするじゃん、はい、ほら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 、自分が狙ってるから阻止したいだけじゃん。家まで、あ、01のですか、7日についてきてくれるんですか。7日に、一緒に言うのが車出してくれるから、だから7日に自分の放送のネタに俺は一人で行くから。本当ですか、うん、あ、お願いしたいです。お願いしたいって、なんで7日に会う流れに持ってくんだよ。あー、でもそれいいかもしれないですね。よくないわ、今から会うんだわ。それだったらクルちゃんもね、あの安心だろうし。もう本当に、みんなで会うしね。もう家行っちゃえばいいんだから、ピンポーンって。あのでも訴えられないですかね、勝手に行って。なんでそういう流れに持っていくの。でも私別にクルちゃんと友達じゃないし。邪魔するなよ。俺がゼロワンの家に遊びに行くだけだから。クルちゃんも友達だしね。邪魔すんなって。まあじゃあとりあえず7日何時ぐらいにします。だから7日じゃない、今からだっつってんのに。夕方、3時ぐらいには来てよ。3時ぐらい。必死かよ。3時かってことは、じゃあ1時ぐらいには名古屋出ないといけないんで、どこまで行けばいいですか。東京駅で待っててくれれば迎え行くわ。あ、本当ですか。じゃあ東京駅でお願いしてもいいですか。大丈夫。じゃあ3時に東京駅でいいですか。それでしよう、約束。それで、はい、わかりました。じゃあ頼むね、7日またちゃんとやるから、はい、こっちでね。はい、こちらこそお願いします。ナイス、ありがとうございます。ミサ、何？俺もう今から向かうんだけど。え、今日は来ないらしいよ、ゼロワンは。だから金梅さんに吹き込まれてるから。あの例えば、俺がもう家を出たじゃん。金梅さんめっちゃ花火飛んでる、すげえ。俺が出たじゃん。で俺と今日会ったら自分がまたコラボできなくなると思ってるから、阻止してるだけだから。あー、いやそれはない。私金梅さんとコラボしたいし、金梅さんと会ってみたいから。だからそれはない。会うのはいいんだけど。俺もう向かうんだよ。でも私ちょっと運転する元気ないんだけど。じゃあもう会わないってことでいいんですか。だってどっちみち12時ぐらいになったら来る、ごめんって言って連絡するって。しないって。でも吹き込まれてるって。
12時ぐらいになったら多分やつ今日は来ないよっつって、行くんだって今から。12時ぐらいになったら来る、ごめんっつって連絡するからあいつっつって吹き込まれてるって。でも金前さんが一番ゼロワンのこと分かってんじゃないの。あのさ、この前金梅さんと俺電話してる時にさ、うん、金梅さんなんつってた。何を。ミサの方に行けって言ってたじゃん。ああ、あの妊娠は嘘かもしれないみたいな。そうそうそう、うん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 、そうでしょう、うん、俺だったらミサを選ぶみたいな。そうそうそう、うん。で俺も葛藤してて、やっぱり、うん、ちょっと会いたいなと思ったから、うん、今家出て行こうと思ってるのに。え、でもだって誰だっけ、誰かを手配するんでしょ。うん、だからユーノっていう人が来てくれるから。ユーノって人どこにいるの。だから今風呂入っても家向かってきてるから。うん、じゃあさ、分かった、じゃあ会おう今日とりあえず。うん、うん、会うけど、どうしようかな。私車で向かうじゃん。うん、私サングラスとかもうマスクとかその目立ちたいから、ちょっと配信やめてね、うち私のこと映すの、うん、車とか、う